文房具さんです。この名前なんとることもないですけども、僕自身もヒデとタッチと一緒で、まあ、高校同じクラスだったんですけど、それから当時の電電公社ありまして、札幌、それから函館、稚内、中市です。転勤してて、確かに来てから動きがなくなって、前に偉くなるんで、それで構わないということで、最終的にはずっと旭川に住んでいます。まあ、それで、まあ、あちこち好きなことさせてもらってんですけども、これでとりあえず、手前味噌なんですけども、さ東京ドームでも2回ぐらい公式の審判をやってますし、神宮も行ってますし、まあ、そういうことで、公式の、まあ、独自の昔で言うノンプロ、まあ、ここで渡れば渡る協会のようなところの公式の審判をやってます。で、明日からは一応全、大阪から南側で、JR 東日本だとか、NTT 東日本、例えばパラソニックだとか、そういう一流企業のチームの大会が札幌ドームでありまして、そこのゲームに一応明日から5日が全部発する予定になっています。まあ、明日はまあ第1試合で一塁に入るんですが、まあ、そんなことで、夏はずっと通しまして、冬は冬で今度は月のインストラクターとして、大体月以上に90日ぐらいには雪降ってから、もう溶けるまでは大体行ってるな。その間に塗って今度は知り合いから好きな仲間から田んぼ、田植えを頼まれますので田植えに今度行ってその間に私今死んでと同じで60歳なんですけど5年間別に年金無料で勤めたんですけどもその上さらに今度ですねいろいろこう安全教育の資格とか持ってますんで今度それで今も仕事行ってずっと今仕事行ってました。まあそんなようなことで何とかかんとか元気にやってます。まあ、子供は、まあ、さっき秀の話ですけど3人いまして、まあ、大阪、神奈川、今秋田の転勤族にはいますけど、まあ、どこ行くか分かんないですけど3人いまして、まあ、そんなことで、まあ、元気にやってます。以上です。どうも。このまま押さえてればいいよね。そうそう、うん、そのまま。はい、うん、まあ、だけど、まあ、今思うと、それが幸いしましたね。だから、一応で、一番先週高校で、高橋君と、高橋君と、まあ、3人卒業しましたね。それから、その後、専門学校に行って、東京の方に2年間行きまして、それで、まあ、当時、専門学校とか、まあ、大学とかっていうのが入って、北海道の前、数少なくて、それたまたま今の、まあ、うちの電通の会社に入る、それを利用して入って、で現場の仕事一切やらないで、それを利用して今に来てると。で今まあうちみんな同時なんですよ、土地はね。まあ今現在まだね、自分でやってるんですけど、やめたくてもやめられなくて、まあなんとか。相変わらずボロ儲けしてるという。いや、一日ね儲けた時はありました。だからススキロでも儲けないですけど。もうお金メイクの上でね、あ、今日はここにどこか入って、つけて帰ってきて、仕上がりして、ね、今からそうだな、20年バブルが行くか当時に、えらい苦労して、だけどまあ、なんとか繰り返しましてね、うん、いや、まあ、社員、まあ、40年ぐらいから、受けてもなんとかね、やらせてもらっています。あと今、やんかいお二人やめないっていうのは、跡地にはいなかったので、うん、10年くらい前から、うちの息子を、他にいたんだけども、うちも完全に逃げて、で今、うちの中でやらして、ね、で、それを後継ぎにしようと思って、ね、まあ、そういうことがないと、全然張り合いもないんでね、うん、それを、ね、目標にして、頑張ってます。以上、失礼します。大変なんだと思って、で、まあ、学校に入って、
商社、専門商社に入りまして、そこでは仕事してるうちに、今の嫁ね、今の嫁って、まあ、嫁の人と結婚して、まあ、子供を2人できたんですよね。で子供ができて、6歳と4歳かな、その時に、娘が6歳、で息子が4歳の時に、駐在になって、シカゴで1980年に、僕は35歳の時にシカゴに行って、で1回目の駐在で13年間、シカゴでセールスマンをしてます。現地法人があるんで、そこで、まあ、機械とかいろいろ売ってたんですよね。で、帰ってきて、大阪の本社で、まあ、仕事をしてたんですよ。また5年間ぐらいしたら、また行けって言われて、それはもうね、宮塚だから、こういう社長がよく分かると思うんだけども、宮塚でまたシカゴに行って、ロスに行って、デトロイト行って、結局通算17年ぐらいアメリカにいて、で、10年ぐらい前かな、帰ってきました。でさ、もう昔のタコで日本ですよね、とか、まあそんな感じで。というのは、駐在の時あんまり日本に帰れなかったんで、1年に1回ぐらいかな。だから、本当に大阪の事情もよく分からなくて。で、帰ってきて、少しして、もう早期退職して、で自分でまあ仕事をしたんですよね。同じような会社を作って。だけど、作った時は人もいたけども、まあ、経費も少し追ってきたんで、それじゃあ生活できないので、まあ、今は一人なんですよね。だから、今は、なんていうかな、まあ、個人事業にして、韓国行ったりなんかして、まあ、機械を売ったりしてたんですよね。国内よりも、まあ、海外を多くて、やっぱりね、はい、その背景で。それで、そうこうしてるうちに、知り合いが NPO 法人作ったんで、まあ、そこの国立に収まって、で大阪府の方が中小企業庁から依頼されたまあ、さっき説明したんですけども、下請け駆け込み寺という、まあ、そういう制度があるんですよね、国の。でそこで下請け駆け込み寺 の相談員で週3回行って、まあ、片道1時間半ぐらいかけて、途中は難波とか賑やかなところ通って帰ってくるんで、だいたい週3回のうちの3回は必ず難波で降りて酒飲んで、で、まあ、非常に中途半端でいい加減な生活してるんですよ。で、まあ、幸い、先ほど申し上げたと思うんですけど、まだ日本足で歩けるんで、月に3回ぐらいからゴルフをしてね、体を鍛えてます。決してゴルフをしたいというわけじゃないね。何してんのかなと思いながらね、もう。で息子たちはもう非常にまあいい年になってるんで、娘は38かな、で息子は36か7、まあ、その辺だと思うんですけども、息子は東京行って就職して、もうこっち帰ってこない、だからもう家も向こうにできてるし、娘はまあ近くにいてるんですけどね、時々まあ飯を、まあ、我々に求めるために頂いて、まあまあ、大体そのとこでもあるようなそういう生活を今やってます、うん、だけど、うん、僕は、ね、ここで一番言いたいのはね、やっぱり小樽へ帰ってくると空気がいい、ね、食い物がうまい、ね、それで同期ちゃんは綺麗だね、そうそうやっぱりいいこと言わないから、ね、同期の人の顔見るとなんかホッとするのよね。で僕は帰るって言うんだけどね、大阪では帰るって帰るんじゃないよ、あなたは大阪で出身でしょうと言う、いや、やっぱ俺は青春時代、ね、小樽に住んでたから、小樽が一番いいわということで、できれば、着替えられればずっと帰ってきたいわけ、こっちの。で、またちょっと話、あと30分ね。10年、アメリカが帰ってくるときに。いい加減がちょうどいいんだ。そうそう。ちょうどいいところで、セールスマンしつこいのもう絶対売れるまで帰らない。それで、10年前に嫁は、オールハーブ全部仕事のなくなった、小樽帰って住むからな、いいよ、この頃は、それ言っても知らん、顔されて、ダメない。だから、まあ、まあ、これは仕方ないから、1年に1回か2回帰ればいいかな、そういうことでいいかな。奥さんは大阪ですよ。大阪の人だ。いや、何言ってたよ。お父さん、そんなに仕事いいならね、一緒に帰るって、二人でいいって言ってたんだけど、どうも。いや、とにかく雪
したら彼氏さんもいいかな。そうだ、普通の息子の嫁さんもおたけで好きだから、おたけさんに言うだけ嫌だから、言うだけで言うから、まず話しよう。あ、どういうこと？終わりました。挟むかな。